口大統領の単なる旅行。皆さん明けましておめでとうございます。昨日に引き続き今日は2日目ということで、今からね、昨日ね一家証明のね調布通りでいうのを行ってね、一つの手がかりをこれ関門海峡ですね。今回ねトラック今通るようにけどね、でもここはねことしょったよね昔はね、関門海峡を渡ってからなんぼするかしないけどね、まだ途中でカモこれまた後で行くんだけどね、3つ目のチェックポイントとかね、後で行くんだけど、今バスで通りかかるような時行きゃいいじゃないか思うだろうけど、いやここ置いて行ってもいい、どっちしたってね、今からね下関のね、さっきも見てもらったように、何やで言うかね、マリンタワーいうかね、マリンタワーじゃないか、何かね関門タワーいうかね、あこ行ってから で戻ってきて戻るような格好でさっきの関門ワーフ、なんで戻るような感じで行くか言ったらね、あこからね船が出とる、墓地へ渡る4カ所目の4カ所目5カ所目6カ所目のね、あれとりあえずチェックポイントね、下関エリアのチェックポイント3つほど終わらせて行くいう感じでね、で船で行ってもええし、この切符がありゃね、ほんま何回でも乗れるけんね、船で行ってもええし JR で行ってもええし、下関とか新下関の方からね JR で文字の方渡って、小倉エリアの方渡ってもいいんだけど、せっかく船があるんだけどね、船なんかと乗る機会がないけど、これが何言うんかいね、関門タワー言うんかいね、海峡夢広場いうところにあるやつでね、なんやらタワーやね、関門タワーか海峡タワーじゃったかい、後から出てくるじゃろうけどね、ここが2カ所目のチェックポイントで、ほいで人によっちゃはねさっきの、ね、関門ワーフ行って2カ所目でね、でここが3カ所目で、ここからここ下関の駅すぐ近いけど、さっきバス降りてから歩いてね7、8分のところだけ、その下関の駅までまた歩いて行ってからね、九州へ渡るいう人もおるじゃろうし、わしは船に乗りたかったっけね、先にこっち来て、それから関門ワーフ唐戸市場の方へ戻って、そっから船が出とるけ、文字港へ行くようなやつはね、船乗りたかったっけ、ほんで先へこっち来ようかやがね、どういう別に順番が来るって時ね、どこ言うたってね別にどうせただじゃけね、何回でも乗れるんだけ、ほいでね、昨日も言わんかったけどね、これね、ちょいちょいね、字幕ね、英語表記にしとったんや。なんで英語表記にしとったか言ったら、今回ね、新しいカテゴリーを立ち上げるということでね、英語で喋ろうか思ったんや。もう海外の人でも分かるよね、海外の人でもその日本のその観光地を紹介しようというような、感じでねやろうか思ってね、英語で喋ろうか思ってね、海外の人に海外向けの、もう今回のあれはねもう電車とも全然関係ないですね、インターナショナルトライアスビルディングって、ここから入るんだけどね、全然電車ネタとも関係ないしゲームネタとも関係ないようなやつは、観光ね海外の人にもね日本の観光地を知ってもらいたいという意味でね、英語で喋ってね海外に向けて発信しようか思ったんや。
これだけどね、よう考えたらね、日本人にもやっぱり見てもらわにゃいけんけんね、後からね、日本語のね、字幕入れにゃいけんじゃろ、通訳したの。それ考えたらね、編集将来なら、これ大変な思ってたから、これだけやめた、もう悪いけど、もう日本語でもう全部やることにしたけんね。ほいでけね、編集しよる途中で気づいたけどね、ほいで、まあ、今日まで、明日から、ね、もう日本語に直すけどね、今日までにもう横文字でね、入れたんだけど、まあ、ちなみにさっきのね、早送りの FF いうのは、ね、ファストフォワードっていう意味でからね、そのファストフォワード の頭文字でね、FF いうてね、昔のね、わしが子供の頃なんかね、テープレコーダーなんかね、再生するときなんかね、FF って書いてある巻き戻しって、ね、FF って書いてある、まあ、そこの話はどうでもいいわということでね、今回 もうずっともう日本語でやることにしたけど、ほいで、さっきのね、こうタワーの入るにあってね、海峡夢タワーいうか、これ、ね、入るにあたってね、さっきのエレベーターが動いとったらね、ここから上がっていけんじゃけど、なんかめげとるけんね。ほいでさっきのね、貿易センターみたいなね、ところから入っていってね、ほいで、まあ、これがね、どういう、これ4階になるのかね。これってこれでいけるんです？はい、そうですね、こちらでお待ちしてます。駐車場はないです。これでもういいっていいんです。はい、周遊切符でここも全部ただで入れる、はい、じゃあこちら QR をこちらにピッてかざしてください。はい、上まで上がる。30階が展望室。30階と周囲のボタンを入る、はい、これ乗ってね、さすがに長めね、ここまで上がってきたよね、これ高所恐怖症の人だったらやっぱりよう上がらんのじゃん。うちの親父なんか高所恐怖症じゃけん。ほんで、まあ、要はね、ここにね、そのチェックポイントというかね、証言があるけん言うんで、まあ来たんよ。これ2箇所目なんじゃけどね。2箇所目なんじゃけどね、なんかね、この中にも5つほどね、ヒントが、ね、あるらしい、ね。まあ、それを探すということでね。一人でこういう観光に来るようなね、まあ今までめったになかったことなんだけど、一人で行くよりだいたい駅行ってね、電車乗ったりねゲームネタ考えたりするようなことばっかり。まあ、あんま今回電車とは全く関係ないような感じでね、一人で旅行だね、親がだいたい連れて行ってくるようなね、旅行ね、そんななかったね。親が連れて行ってくれたらね、そうね、旅行代金はね、みんな親が払ってくれるけど、そうじゃなかったらね、いかんわい。親と行ってまでね、自分で金払うんだったらね、友達と行くわいや。親と行っちゃ全然面白い。親が金払ってくれるけど、しょうがなしに親と行くだけ。まあ、そこの話はどうでもいいんですけどね。ほんで、ここね、いろいろ、
こういう景色を眺めながらね、でぐるぐるしょったら、ヒートが5つほどある予定な、まあ今から出てくるじゃん。まあなかなかいい眺めが。これは何の資格がいるんかね。私も大概の資格を持ってる系で運転できるとは思うんだけどね、これ何の資格がいるんかね。まあ、フォークリフトじゃないかね、あれは。分からんね、何の資格がいるんかね。なぜ資格マニアつけていいですよ。資格はね40ぐらいいっぱい持っとるけど、何でもできる思うで、あら何の資格がいるかよ分からん。ほいでまあぐるぐる回って、あもう突然ここで手がかりとなる証言がね、しっかりとメモしておく。英語でやろう思った時はね、全部これもね字幕にしてね英語にせねえけんけね、めんどくさいなぁ思ったら、これ2箇所目ね、うん、こんなんね外人が読んだって分かれへんけね、これも全部字幕にするかね、わしが英語で喋らねえけん、あでも考えたらね、もう字幕入れるのがめんどくそうだったけね、もうやんないは、うん、これで。この外を眺める景色が、ね、2階層になっとってね、まあ、下の階層にもあるけん、ね、でこれがなんかね 200円かなんかでやるガチャでからね、なんかここでしか手に入らないようなガチャなんかある。あこれ3箇所目ね、もうここでね ここでだいぶもうね証言が得られて、若い人だったらここで分かるんだろうけどね。30回と28回しかね、29回はね、これでなんか縁結びの神様とかね、どうでもいいだよ。これでまた、まあ、この人がね、まあ、こういうような証言した、これ3箇所目やね、ここのね、うん、はい、これわし初めて知ったんじゃけど、これ何？スキューバダイビングする人はこういう腕時計しとんだろうね。いや、知らんのよ。知らんのんじゃけど。全く意味が分からない。はい、これで4箇所目のね、うん、こういう証言、これで外人が見ても分からんけどね、もし外人向けにやるんだったら、これも全部ね字幕でね英語にせにゃいけんけん、もう大変だったけどね、あもう考えたらもう大変だったけど、もうええわ思ってけど、あもうお正月スペシャルとしてね日本語でやろういうことを決めたい。うん、でまあ、さっきのね2箇所目の海峡夢タワーいうやつね、あれはもう終わってけ、じゃあ今から3箇所目のねさっきのカモワーク行きましょう。これバス乗ってね、さっきのバスの運転手は飛ばし上げるんだっけ、ほんまこれバスの運転手かいうような感じやね、まあ古いタイプのね運転手なんだろうけどね、まあ別にわしはどうでもいいんだけど、わしは
わしも古い人間じゃけえね、うん、俺で3カ所目のチェックポイントで、ね、ここに証言があるカモンワーフェだ。カモンワーフェってどういう意味か知らんけどね、うん、ここにね R 行けえね、来たい、うん、カモンワーフェなんかで、ね、いろんな自転車屋さんとかで、ね、まあ食べるお店がね、食い物屋中心なんだけどね、まあ、なかなかいろんな、うんうん、あってからね、はい、この FF ファストフォワードの頭文字で FF でございますそこの話はどうでもいいんだけど、これでね、ここでね、さっきみたいなね、証言、手がかりになるような証言が書いた看板がね、どっかにあるんじゃろう、あるよ、絶対あるんじゃろうけど、結論から言ったらね、まあ、探し上げてね、見つからんてからね、あ、歩き上げてね、もう食べれたよ、ほんま、うん、なんぼ探しても見つからんてからね、結局どこあるか未だに分からんのだけど、まあ、ここが一箇所ぐらい分からんでもね、別にね、犯人探しに、ね、影響するようなことはないけどね、うん、ただ何が書いてあったかいうのはちょっと気になるっちゃ気になるよ、なかなか眺めがいいところ、ここで歩きよったらね、まあ、昼にも差し掛かったしね、ここで回転寿司があったけ、ね、回転寿司やったらちょっと寿司でも食おうかいな、うん、寿司ショップでございます寿司ショップに寄ってからね、うん、ちょっと寿司食いながらね、ちょっと、もう一回ね、物語のあらすじとか見直そうか、洗い直すって専門用語、洗い直すって言うんだけど、やっちゃろうかい、寿司食いながらね、少々お待ちくださいよ、人がいっぱいなんか思ったら、ね、全然いっぱいじゃない、あんたすぐ案内されて、はい、ここで寿司食いながら、ね、結論から言ったら、ね、ここの寿司も高い、めちゃめちゃ高い、くら寿司とかはま寿司とかわけと違う、ただしネタはほんまに美味しかった、うん、ネタは美味しかった、これは高いな思うたもんね、うん、全然違うね、やっぱりくら寿司とね、はま寿司と違うてね、普通の100円の回転寿司とは違う、うん、ここのネタはね美味しかった、その他高いけどね、何言うとこかね、何言う、店の名前ちょっと忘れてるけどね、チェーン店であちこちあるんだよ、はい、これ容疑者、被疑者言うてるんですね、もう要は被疑者言うんだけどね、この4人がね、被疑者リストとして、ね、上がっとってからね、うん、あの4人のうち誰かいうような感じなんですけどね、結局ね、あんだけ食うてね、いつもならね、寿司、くら寿司とかじゃったらね、4、5000円で終わるところなんだけどね、ここね、同じ量ぐらい食うて、ね、8000円取られたわ、うん、高い、ここは、何いう寿司屋の名前じゃったか、ちょっと忘れたんだけどね。でもね、確かにネタは美味しかった、もうこれは普通のネタじゃないなと思うたけど、これはちょっと高いな、何とか買えないけど、ちょっと忘れたんだけど、まあ、美味しかったのは美味しかった。で、寿司食い終わった後にね、うん、もう酔っ払い気味なんだけど、ね、もうビールもね、4、5本飲みあげるからねで探し上げたよ、あっちこっち探し上げたけどね、どこ探してもないよね、でもこれもうほんまってただでさえ食べるとるのにね、歩き上げてね、あっちこっち歩き上げてね、結局あれが見つからんかってからね、まあほんまにくたぶれたよ、もうほんまで探し上げてんのもどこ行ってもわからんでからね、どうしようかいな、どっかまあね、どっか聞くところもあるんだろうけどね、別に6箇所あるうちの1箇所がわからんだろうね、ほいでもうどうしようかないよね、海見ながらね、この先のこと考えるね、ここで何ぼ探しても見つからんけ、どっ
どうしようかなというような感じだったんですけどね。まあ諦めたら食ったぶれだしね、もう酒も飲んどるしね。おどけね、もうええわ思って、もう5箇所のうちの、だから6箇所のうちの1箇所ぐらい分からんでもええわ思ってからね。おいで、まあもう下関エリアはね、何言うかいね、チェックポイントか、チェックポイント3つのうちね、下関エリアのチェックポイント3つのうちもう2つは回ってけね、あとはもう文字エリア、小倉エリアの残りの3つのチェックポイントに委ねるという感じでね。で、スタンプラリーここね、うん、これ調布森ででもね似たようなことやったんだけどね、まあ便利な世の中になったね、ほんまね。インクも何にもいらない。これでこっからね、さっきのやつ、これもう何回も見せてる、さっきの周遊切符、これさえあればどこでも行ける。ただしこの船は1回しか乗れんけん、うん、この船は1回しか乗れんけん。ほいで、もしね船で今から下関エリアを離れて、文字エリアっていうか小倉エリアっていうか行くんだけど、ちなみにね私去年の夏に小型船舶の免許を取ってからね、申し訳ない、この船も運転できるじゃ運転できるまあそこの話はどうでもいい。6分か7分ぐらい、もう近いけんね、やっぱり、ね、本土と九州からそこまで離れてないでしょ。
もうすぐ着いた。この船はね、1回しか乗れんことになってる、うん、JR だったら何回でも乗れるけね。下関とか新下関から門司とか小倉とか何回でも行く。はい、ということで、まあ、今回はね、ここまでということで、明日。この放送は、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。